はい、始まりました。はい。始まりました。始まりました。Hello。定番の。Hello。ラトーク。Hello。ちょっと前回好評だったので、うん、まあ今回もまあ、下ネタちゃんでいこうかなと思ってんですけど。受ける。なんかそっちの方が、それ楽しい、私も。どうですか？じゃあ、バッチリしましょう。あの、前回は一人エッチの話してたじゃん。うん。今回は、なんかでも面白い話とかある？逆になんか。あ、じゃちょっとこの間ですね、言い忘れちゃったんですけど、蜂さんの交尾。はいはいはい。ですね。うん、まあ、ちょうど8月に入って1日だったかな。8月に入って8だったかな。なんかちょうどライオンズゲートの話も聞いてて、いろいろ。で、たまたまほら、あの子供の保育園を、うん、あの、振りに終わって、で、いつもの大好きな公園に行って、うん、あの、行ったらですね、もうたまたまね、なんかブーンって来て、うん、蜂さんがね、あれ？くっついてると思って。うん、そう、めっちゃブーン一生懸命やって、いきなり落ちて。まあだから蜂さんの初めての交尾を見て、うん、もうこれこそライオンズゲートなんじゃそう見て蜂でね、もうそうだ、やっぱりそのやっぱ自然の交尾だったりとかね、愛情表現っていうか、ずっと見てたんですけど、うん、早くなかったよね、やっぱね、多分20分ぐらいかかってた。どうやってやってるんだろうね。でも最近動物交尾してるのすごい多いよね。だって蝶々もやってるし、今日うちだから餌あげてる時鳩もやってるのよ。餌食べながら餌あげてるんだよ、家の前で。餌食べながらオスが乗っかろうとしてて、ちょっとやめてよみたいな感じになってる。結構今だから交尾時期なんだろうね、この時期。ああ、はい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 。子供とかもそうだよね。あの結構やってる。みんなやってる。みんなやってる。みんなやってる感じ。そのね、遭遇する、できるっていう瞬間って初めてだったからね、すごい。ね、なんか、ああ、そう、なんか、じゃあ今日は、みたいな感じになった。あ、それで、やったんですか、旦那さんと。あ、いや、あ、ごめんなさい、覚えてないです。覚えてない。いつだったっけその話。1週間前、2週間、ちょうど先週じゃん。あ、じゃあそう、うん、そうどっちがオスかな、どっちがメスかなって見ながら、確かにこうやってね、離れようとしててもこうやって来いよ、ダメだよって、あ、どっかがちゃんとリードしてんだなって思いながら。それ20分見てたの？いや、一回落ちて動画撮ったじゃん、送ったじゃん、うん、あれ3ぐらいなんだよ。ずっとでも暑すぎちゃって、ほんと暑いからもう私がやばいと思って、本当の目的はお花を取ることだったんだよ。はい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 。取って、じゃあ行って行こうと思ったら、そう、蜂さんたちがほら、見てくれと言わんばかりの、あの、ね、もう、なんだろう、熱血っていうか、熱血の地面での魂の、なんかね、そういう風にやってたから、うん、で3分が限界だったんだよね。で、じゃあとりあえず花を見に行こうと思って、もうじゃあ多分もう頑張ってねみたいな感じで、じゃあ花取りに行こうと思って、自分の世界でこうやって花取って、うん、でもう、あ、もう私も限界だと思って、また戻ってきたらまだいたからもうやってんか、20分経ってるけど頑張ってんだ。確かに、そういうのとかめっちゃ気になるから、後で私 YouTube とかで見ちゃうと、その蜂の交尾。あ、なるほど。うん、ける。いろいろあるからね、やり方が。確かに。いや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 、ほんとなんか神秘だよね、やっぱ。だからそこは。楽しかった。すごいね。それに、あの、鉢合わせるっていうのがまずすごいからね。そうそう。なかなかないし、絶対に。そう。もう来てるなってやっぱほんと思ったもんね。蜂
8と8の日にね、8、8がくっついちゃってずっとブーンブーブーン、ね、もう今まで、また8合わせみたいな全部8よ親父か親父親父の目線っていうかなっていうか、どんな感じで見たかはちょっと受ける、うん、あー、面白いね、面白い、そういう話していこうか。え、なんかさ、うん、お面白い体験ないの、そのエッチでこういうエッチやったことあるみたいな。おっと、私の大きな話でしょ私のジェットスキー的な話。そう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 、なんかないの、マリカ。え、ちょっと待って、いや、マヤさんから行きましょうか。あー、受ける。私も言ったからな、なんだろうね、面白い、面白いってなっちゃう、どうなんだろう、面白い。それこそ、じゃあ言うか、これマジバナだから、ちょっと本当ね、もう有給級、有給じゃねえや、なんだっけ、もう有給2日みたいになってる。有料、有料。うん。なんだっけ、昨日、おとといぐらいに、リアルタイム。いや、リアルタイムじゃん。じゃないんだよ、エッチの話じゃないんだよ。うんうん。たまたま用事があって、行った場所があって、まあ、東京の方面なんだけど、で、昔自分がね、やっぱ20代以下の時に、まあ、10代後半って言えばいいのか、二十歳になる前の時によく遊びに行ってたね、うん、あのフィリピン人のライブハウスってあったの。はい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 。あのほら、もう簡単に言えばホストなんだけど、ダンスやったりとかバンドやったりとか、そういう場所が昔あったんだよね、東京の方に。はいはいはい、はい、そう。それでほら、もうあの飲み屋さんの女性とかが仕事終わってから遊びに行くような、もう大人の場所があったわけ。はいはいはい。ダンスの時間があったりとか、バンドの時間があって。で、それ、その場所行くのがすごい好きで、よく行ってたの。で、この間、行ったんだよね。通ったら、もうなくなってたんだ、もうそこが。はいはい。で、そこを見て思い出したのは、それ地下とかの場所なのね。うん。地下の場所があって、で、また隣の方に地下があるの。うん。そう。で、やっぱりさ、そういうバンドの人だったりとか、ダンサーの人だったりとか見てると、やっぱ魅力的じゃん、うん、そう。で、そこはほら、もうバーとかだったから、やっぱお酒飲むとか、そんな感じだったから、もう目星つけてるじゃん、やっぱ好きな人っていうのは。はいはいはい。で、まあ、その場所通った時に、あ、ここでやったなとか、地下行ってなとか、やっぱりその、たまたまその人が外一回上上がった時に、あ、いて、勢いで、ほら。うんうん、地下行って、あ、やりやったなとか、うん、思い出しながら場所をこうやって眺めてたよ、この間。なんかさ、あの運命的っていうか、本当にさ、それこそ引き寄せっていうかさ、うん、例えばじゃあその日に、うん、もう絶対やりたいって思う、フォアウトとかした時ってやっぱり同じような人に引き寄せられるっていうかさ、うん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 、なんかあるよね。本当にでもその日1回だけなんだけど、なんかもう何やって終わりっていうかさ、でもなんか全然悪い思い出とかじゃないんだけど、そういうの結構あるよね、なんか。うん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 、めっちゃあるね、やっぱもう合致した時がイエスって感じだもんね、私の中では。そうそうそう。でも別に付き合うとかじゃないんだよね、うん、本当にその時に必要で、あのやっただけというか、うん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 、本当にそれはあったな、あった。そういう人は結構いるよね、もうその人に魅力を感じて、うん、うん、その人をずっと見てたし、うん、そう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 、なんかもう目線だけでもなんかあれだもんね、更新してるもんね、完全に。今日やるわよみたいな。そうそう。あ、今日ダメだな。次の日また来ますみたいな。えらいを定めて。素直だったらやっぱりその30代手前っていうか、30代になる前までは本当性に対してはすごい素直だった本当に。へ、うんうん、そういう感じか。マリちゃん、うん、どんな感じ。いや私。私そういうのあんまりないかな、ないかな、うんうんうん、
ほんまにないねん、あんまり。うんうんうん。クラブめっちゃ行ってたけど、ハワイの時とか。うん。ないね。やっぱ目的が違うとあれなのかもしれない。そうだね。そうだ、クラブになると、うち多分クラブの方がやってなかったと思う。横須賀の時だ。もうそのダンサー時代とか全くもっとやんなかったと思う。ああ、なるほどね。もっとその20代手前っていう時は、うん、目的はお酒飲んで楽しく歌って、そのバンドとかですいません名前これ歌いたいんでこれやってとかさ、まだほら20代って前だから何に対してもやっぱり新鮮っていうか、うんうん、そうそうそう、うん、でもその後からやっぱりクラブってなると変わるね、うんうん、そうそうそう、確かに確かに、なんかその車とかでついてってた時の方がそんなに、うんうんうん、そうそう逆にだから全然平気ない、10代とかでしょ、10代10代はそんな感じだったかもしれない、うんうんうん、確かに、だから10代の時とかセブンイレブンのコンビニとかでやってたからねどういう状態なんかもうたもうなんつうの、ホテルとかもほらお金がなくて行けないみたいな、学生でもうとりあえずやるみたいな、うんうん、もうセブンイレブンに行こうぜ、なになにそれはトイレってこと、うん、セブンイレブンのトイレアホだアホだ、誰かトイレ行きたいかもしれんのにちょっとやってみたいなね、ウケる。え、じゃあさ逆にその、うん、今までで一番すごいセックスどういう、ま、あのどういう形でもいいよ、すごい、どういう風にすごい、これはだからそのジェットスキーじゃないけど、なんかこれは攻めたね私みたいなあーあー懐かしい、今バーンってきたわ、うんうんうん、どうぞどうぞどうぞ、どうぞ、どうぞ、ベッカレかな、ちょうど六本木ベッカレがあって、うん、そうベルファーレのあのなんだっけ、ベルファーレなんか4回ぐらいあったと思うんだけど、うん、1階2階が多分そのなんだろう、踊るステージだったり踊るとかお酒飲める場所だったんだよね、うんうん、でその時にまあ旦那に近いあの内縁の夫といつもよく行ってたけど、うん、あれだね、あのそのエレベーター3階ぐらいがね多分使われてないかったんだよね、だ止まるんだけど、あのなんていうの止まるんだけど使われてないルームだから、うん、そこに多分あの勢いで2人で、あ誰もいないじゃんってことで1回止まって、でそこのとこでやって、うん、でやめっちゃ燃えてる時にうおーってタッチバックとかやってる時にあのエレベーターが止まってちょっとえどういうこと止まって、あっ早くあの閉じてあのエレベーターっていうかなんていうかもうあのボタンを押してね。そう、ボタンを押して、だからそのなんていうの、エレベーターだっけ？エレベーターのドアの、うん、出たじゃん、一回その使われてないルームに出て、そんでそのエレベーターの隣の方でやってたの、そのドアの目の前で横で。はい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 。そう、すごい二人ともなんだろう、なんかもうアップアップ状態だったから、はいはい、お酒の気分だったから、うん、まあタッチバックをしてたわけですよ。うん。あのエレベーターこうやってこういう感じで、うん、そうはい、でエレベーターが盛り上がった、そうチーンってきてあのドア開いたんですよエレベーターの、でも中には人は入ってなかったの、はい、あましたいてあーっと思ってまあでも本当その時はやっぱあ自分の彼氏と盛り上がってるから最高みたいな感じだから、あ恥ずかしかったねぐらいでした感じ的にはあでもやばいね、ウケるウケる、アンデブって言うんだっけね、そういうなんかもう熱いもうなんか爆笑した自分なんかで本当に、でもその時いい思い出だねそれは、うん、ウケる、そうそう、でもよくあるクラブなんか絶対でしょ、本当それこそトイレでやるのとか階段とかね、うん人いないねとかね、見つかった系ね、見つかった系、ね、ごめん、そうそうそうだ、見つかった系、そうそうそう、使われてないなでやってて、
うん、でそれがエレベーターの近くだったから、うん、あのまた違う人が開けちゃって、うん、3回押しちゃって開いたらなんかやってる最中でみたいな、こっちもみたいな。そう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 、じゃそこちゃん赤くしてほしいよね、なんかね、うん、そうそうそう、いける、止まらないようにしてほしい。でもその人たちもそこでやってたのかもしれないし、前にね、ない絶対いたとやってたかもしれない。逆に聞こようと思ったら戦略がいって、うん、そうそうそう、やってんやんもうみたいな、使ってんじゃんもう。受けるそっち系ね。私一回でもクラブあるわ、クラブのクラブのパーキングで、うん、そのクラブのもうすぐにレストランみたいな感じでパーキングがあるところがあって、うんうんうん、パーキングの車の中でちょっと離れてたから行けるかなと思ったの、うんうん、なんか冬やったんかな、うん、めっちゃ曇ってきて、いや分かる、すごい分かる。でさ、なんかその時のなんか車が多分なんかシボレーかなんかのやつで、すっげえさ、うん、なんかあのチャチー なんていうの、もう揺れるんだわ、なんし、はい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 、やばい。でなんかセキュリティ、普通にセキュリティの人がコンコンコンって乗っかして、見えるわけも、そのスモーク上でこう、はい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 、やって What's up? みたいなさ、Not here, not here って言われて、もう完全にバレてるんですけど。セキュリティ見つかるとかすごいね。うん、Not here. だから車がガンガン揺れてたんじゃない。車でも結構盛り上がるよね。盛り上がるね。車ね。え、車でやったことある？今の旦那さんとみんな。うん。全然あるよ、もう誰とでもあるよ、そんな、うん、ねえ、車でも車めっちゃ好き、そう、ね、いや、じゃしないといけないな、これはな、うん、行ったことないの。でもだから旦那も結構なんかビビってきてるっていうか、そう、外でやろうよみたいな感じで、えみたいな感じになる。ウケる、え、めっちゃいいわ、たまにはね、うん、刺激が欲しいわね、うん、そうだね、いや車はいいわ本当に。あとでもなんかやっぱりこうなんか、うん、部屋とかで見られてるか見られてないか分かんないみたいな窓際とかもちょっと興奮する、うん、あ、私それで言うなら、うん、あのラスベガスのベガス、ベガスうん、あの なんかパーキング、パーキングはなんていうの、パーキングがなんか結構何回ぐらい、 3回ぐらいかな、うん、でもめっちゃ綺麗なこう景色を、うんうん、ところで、うん、いや、ラスベガスのもうそっちに向かってやってたら、向かいのホテルの窓から完全に見てる人がいるっていうね。公開セックスですね。公開、うん、公開すぎるぐらいの公開。いや、いいね。やばいね。すごいね。なんかもうちょっと想像しちゃった。なんかもう、あれ今ちょっと止まってたもんね。今ちょっと、そうそう、映画、あ、そういうなんかビデオ借りたことあるかもしれない。いや、いいね。やっぱそうだよね、セックスはやっぱ楽しんでやりたいよね、うん、うん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 、っていうかやっぱ思うんだけど、今も生活しててやっぱ思うけど、うん、やらないと女って変わってくよね、腐ってくよねって、まあ、これやらないともちろん問題発見なんだし、もうそういうのでもそれ人によっては、でもほら例えば自分がキラキラしてないな、なんかイライラしてるなとか、なんかすごい鏡見て、私ちょっとなんかすごいもう女性らしさがないなって思ったら、それはもう自分を愛する時間だよって、うん、もう一人でやるなりなんなり、自分のか体にいいことをしなきゃいけないっていう、うん、なんて信号っていうのかな、うん、
なんかさ、もう排泄っていう意味もあると思うんだよ、その、うん、一人でやるにしろ、うん、あの時の快感ってすっげえボルテックスじゃん、ぶっちゃけ言ったの、うん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 、あーってなるさ、うんうん、そういうワクワク感だったりとかね、やっぱ未知の、そう、結構だからにアメリカの方がオープンじゃん、あの一人でやるのとかさ、それこそ、うんうん、結構バンバン喋ってる人多いけどさ、うん、日本人のは結構なんか億劫っていうか、それはあるよね、多分そう、うん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 、イメージが全然多分違う感じのその、うん、そうだから自分、そう自分、私も自分で全然やってなかったりとか、自分に対してのその愛情、一人も一人エッチっていうかそういうのもやってない時って、鏡見た時に私マジ腐ってるわって、まあ、自分の中で自分で、あ、やばい、これ、ま、これじゃまずいって。だからその腐ってるっていう意味も言葉にしたらちょっと変、なんかあのあんま良くないけど、でも逆に簡単に言えばもう花に例えると、めっちゃ枯れた、もう枯れちゃってんじゃん、もう蜘蛛の巣張っちゃってる、やべえ、これはあの改善する必要があるっていう自分の中でのやっぱ言葉かな。確かに。そうそうそう。大体だってイライラしてる時って、うん、一人でやってなかったりとか多い。うん、あとなんかあの旦那のことを待っててとか。あ、はいはいはい。で結局なんか期待してても、そもそも旦那が帰ってくる前にもうやりたいと思ってるのに、うん、なんかエゴみたいな、じゃあ2人でやった方がみたいなさ。そうだ。で、会ってて案の定、例えばじゃあ旦那が寝ましたみたいな感じになって、はい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 、いかに爆発ですよね。でもそれって旦那じゃなくて自分が我慢し自分でしてるわけじゃん。うん、うん、はい、本当にわかります、それは何回もやりました、めっちゃわかる、何回も食らってる、我慢しない方がいいよね、あのマジで待たない方がいいと思う、旦那のこと、もう今やりたかったら今やった方がいいみたいな。そうするとすっげえ、うんうん、自分の機嫌が良くなる、やっぱり、うんうんうん、それはすごいある、なんか。でマヤから学んだよね、私は。あ、そう、うん、うん、私マヤから前に何回かそれ聞いて、うん、それで何回もほら、あの、なんだろう、旦那が先に寝ちゃったからめっちゃ私不機嫌になって、うん、寝れなくて、こうやって寝んじゃんっておい起こしたり怖いよね、ねえじゃねえよ、やらせろよおめえみたいな。怖え。なんで寝ちゃってんだよとか言って。あ、本当で誘ってほしいっていうか、こっちはだから求めてる、もっと求めてほしいっていうか、うんうん、やりたいんだったら起きててほしいし、でもやっぱ仕事が、でも仕事がなくってもそれ勝手に寝ちゃったりとかよくしてたから、めっちゃ自分が不機嫌になって、で PMS 前になるとすごい、やっぱ生理前になると、やりたいのに自分から襲、私今までは最初は襲ってたんだけど、うん、自分ばっかり嫌だなって。襲ってた、どういう風に誘ってたってことだよね。え、誘ってたのか襲ってたのか。襲ってる。どっちもどっちもだよ絶対。受けね。襲ってる。うん、旦那はほら、なんだろう、ボディタッチが多い人だったから、はい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 、多いだったからじゃないんだけど、ボディタッチ多いから、こっちもさ、触られたらさ、ムンムンしてくるじゃん、お尻触られてるな、うんうん、そういうふうにさせといて、この野郎寝るんじゃねえやとか、マジそれで頭カンカンになっててそうそうそう、で結局説教したりとか、うん、もう、うわうち最悪だわって思いながらも、うん、そうで、マヤの話を聞いて、やっぱ自分の子宮だったりとかね、うん、そういうのは自分でやるのが一番っていうかね、うんうん、本当そうだよ、だって自分の機嫌が全然違うもん、うん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 、マジでなんか本当、はい、なんか朝とかもあるじゃん、朝起きたらもう一発でやろうみたいな、なんかどうするでも朝からなんかもう鏡みたいな調子いいみたいな、なんかそういう時に限って結構なんか旦那とかもなんかなんつうの、綺麗だねとかさ、うんうんうん、こういう声かけられる。でもやっぱそれって自分が自分の機嫌取ってるのがやっぱ先、うん、でも前までは旦那に自分の機嫌を取ってもらうと思ってたから、うんうん、待ちみたいな、受け身みたいなさ、う
あるじゃん、男が誘うべきみたいな、うん、あそう感じで考えてるから、あ本当に、うん、そうそうそう、あってそう、でも願望は強い、それはやっぱ女性の性格によっても変わってくるからね。そうだね、うんうんうん、やっぱ女性ばっかり責めてるのもなんかバカバカらしいなってやっぱ思っちゃうし、うんうん、本音はそうそうそう、だお互いがやっぱ混合にやっていくっていうのがベストかなってやっぱ思う、うん、だからそれが多分自分で自分の機嫌取ってると、それを意識しなくても自然にタイミングが取れてくるわけ、うん、結局自然にうまくいってくるっていうかさ、それがだって一番本当に望んでることなわけじゃん。本当そうだね。わかる。ね、マリちゃんのちょっとその性事情がすごい気になる。性事情？うん、性事情どうなんですか？まあほら、どういうこと？性事な、あ、例えばやりたいとか、これなんか。マリちゃんのちょっと見た目って私ちょっとパッて言うと、うん、すごいきつめ でしょ、きつめなんだけど、うん、実は何を秘めてんのかなって気になってるどういうか、私でも本当になんかいつも、うん、あのまやちゃんには言ってるか、あんまりだから性に興味がないから今、はいはいはい、はい、まあ、ただでも一人でとかそんなんは全然あるよもちろん、だけどなんかあんまりな、でも、旦那とも、うん、あんやってたよ、全然。やってたけど、うん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 、今いないもんね、だって旦那。そうそうそう、そう、だからそう、ね、だけど、なんか、だから私はどっちかっていうと、多分旦那さんの方だわ、まりかちゃんの。あの、毎日誘われるから、はいはいはい、はい、あの。嫌になるっていうか、嫌になるわけじゃないけど、はいはい、後回しになる。あ、はい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 、はい、私は結構自分でさっさとするから、うんうん、ああそういうことか、そういうことか、あんまりそのなんかあんまり嫌だ、うん、やっぱあるよねそういうのね、うんうん、いろいろある、ね、うん、でもそれは結構昔からかも、あんまり相手が誰とかっていうのもなく、そこにあんまり重点がないかも。なるほど。なんか自分、昔から自分一人でするのが得意やからじゃない、きっと。ああ、間違いない。なるほどね。はい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 。まあ、タイミングがあって、その時お互いがって思ったら、それはもちろん全然いいけど、うん、なんか、うん、それのために会うとかはないかもしれへん。うんうん、なるほどね。あ、うん。そうか。そんな、うちもさ、その前のブラジル人、うん、ほら、結構多国籍で付き合ってきたから、うん、なんだろうね、うちもどっちかっていうと、ほら、水亀座っていうこともあって、ほら、前も水亀座なんだけど、どっちかって淡泊だったんだよね。はいはいはい。もう、だからその、ほら、今、自分の旦那も水亀座で、同じなんだけど、その、一番最初に自分の感覚としては、毎日やられるのがうちも好きじゃなかったの。うん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 、そう好きじゃないし、逆にでもそれって多分なんかそのホルモンバランスがやっぱタイミング、お互いのタイミングだよね、うん、あるないんだけど、なんか前まで自分はすごい淡白だったのに、なんで今の旦那になってやっぱ週3日はやりたいなっていう願望がついたのかっていう話だから、ボディタッチしてくるからそれが原因だと思って、うん、だから人の体に触るなって言ったの。でやりたくないんだったら人の体触るなって言ったの、うん、今の旦那さんにね、うん、そう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 、やっぱ自分を触られちゃうと何かしら反応するし、そうそうそう、だからほら、だ期待をさせないでってこと、うん、私を期待させないでってこと、あ、そうそうそう、だからハグだったらいいんだよ、ハグだったりとか、こうやってなんか違う感じとか、違うんだよ、もうなんかほら、あ、こういう話になった、これ、この話になったら、ちょっとどうなるのかなって思っちゃうけど。え、だから途中までみたいな。そうそう、ん？途中まで触る。あ、そうそう。そうそう。やっぱり女性だからね、なんか、ちょっと、そこら辺もやっぱ、お互いが夫婦関係だったら尊重し合うべきかなって、やっぱすごい思うね。そうそう。ほら、なんか、平気でほら、おっぱい触られたりとかさ、なんて言うんだろう、なんか、ボディタッチっていうか、それの手前までにさ、ちょっと触られたりとかすると、やっぱり頭の中にこういう風に妄想しちゃうから、うん、そうそうそう、
もうそれぐらいやる、でも私それうち真逆やわ多分、うん、私でもなんかこう触ったりとか、うんうん、は好きなの好きなの、そう私もそうだよ、結構ずっとあの旦那のあの手がもう持ってるからもうなんかそれ触ってるとなんか落ち着くってか、寝てる時でも多分毎日触ってるよ私。なるほどね、てかもう可愛いなんか、うん、そう冗談で触り合うんだったらいいんだけどさ、自分がすごいやりたい時に、それはだって旦那じゃなくてマリカがそれを感じてムラムラしてるってことは、それをあなたが処理すればいい話だ。そういうことだよね。そうだね。そうだね。そうだね。だってそれこそさ、うん、なんか私もすごい差があって、排卵日の日。はい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 。そうだね。わかるんだよ。カレンダー見なくても、ムラ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 してて、排卵日の日は多分排卵日1週間毎日やりたい。うんうんうん、もうずっとやりたいやりたいやりたいって、うんうん、1週間もうずっと連続でやって、で終わったら本当にパタってなくなる。はいはいはい、あ確かそうだね、そうだね、本当にそういう流れになってるだから、うん、そうだねそうだね、そう、ミキそうだね、極めないといけないでしょ、もうちょっと自然に多分すごいなってくる。だから別にいつもやりたいわけじゃなくて、うんうんうん、体のその自分のバランスっていうか、大体まあ排卵日はもう、うんうん、だってぶっちゃけなんかもう誰でもいいからやりたいって思う時もあったよ。あそれもうなんかもう濡れちゃっててすぐ行きますみたいな、なんかもうすごいすごいね。そういう時もあったよ、うん、本当に。うん、そんな一生懸命聞かれてもちょっと。わかるなと思って、ただそのなんか誰とでもいいからっていうのはすごい、うん、多分10代の頃から結構あったかな私、うん、で20代でパタって止まって、うん、30代からまたなんかその年齢によってなんか変わってきたっていうか、今多分30代盛り上がってる時期だと思いますよ、うんうん、それこそだ、うん、熟してるっていうことだよね、きっとね、もういい感じに熟女だからねそうそう、うん、ウケる、そうだな、だからそのマリちゃんがやっぱある意味だから淡白っていうことか、自分 でもやってる、うん、やるその代わりやるときは淡白じゃないよ多分、うん、ああそういうこと、ね、そのなんかだから淡白になるぐらいなら自分で処理した方がいい、はいはいはい、だからその自分の処理をもうしてるってことだからね、そもそも、うんうん、誰と誰とかじゃなくてさ、そうね、あんまりだから、でもまあまあ相手からしたら嫌かもね、あんまり合わせるってことはないだから、そこに、はいはい、それでいいんだと思うの、逆にだから合わせてて、うん、あのそういう風になっちゃうわけで、我慢っていうかさ、うん、自分に正直になってないからさ、あめっちゃいいやつだね、なんか思ったの、なんか、うん、前までの私の考え方だと、うん、一回例えばじゃあやっちゃったら夜やりたくなくなっちゃうかもみたいな、うんうんうん、なんか誘われた時に、うん、なんかもう自分はもう行ったからあもう大丈夫っすよみたいな、なんかはい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 、でも本当にやりたい時って湧き出てくるんだよね、やりたいのが、だからそのなんかあるじゃん、なんかもったいない考え方っていうか、そうセックスとかに関してもなんか一回行っちゃったらみたいな、うん、後でみたいな、なんか後のことを考えて今なんか一人でできなくなるみたいな感じの思考だったんだ前は、うん、だからそれをそれこそだからマリちゃんみたいにもう合わせなくていいっていうか、もうさっさと自分でやればいいんだっていうかさ、そうね、うん、いいわ、そうためになりますわマジこの話、はい、ありがとうございますためになります出てきた、いや本当そうだよね、うんうんうん、そうそうなん、ちょっとじゃあ静かなやつ買いますわちょっとそうなんつった今今自分の世界入って話してたけど、うん、静かなやつを買いますねえじゃあちょっとさ次回それ行こう、あのバイブ事情じゃあ次回は、うん、もうあの来週あれですよね、ランジェリー行きますよね、ランジェリー行きますか、あはいはい、よろしく、じゃあ今日今回ここでちょっと
切るから。オッケー。こんな感じで。じゃあ来週はバイブ事情で。奥さんのバイブ事情。もうどんどんなんか怪しくなってるやつ。ここは聞かないようにお願いします。はい。私でもちょっとおすすめできないんだよな今のやつ。あ本当、うん。大丈夫です。プロのあのマリカさんがいらっしゃいます。いや。ちょっと使いの持ってないんで、だから最近使ってないんですよ。それがちょっと原因っていうか。じゃあそれで話しようじゃん。いろいろ。うん、そう。ちょっと別に持ってなくても。はい私今回のやつはちょっと欲張りすぎたんやないろいろちょっと次回予告次回予告で欲張りすぎた感じで今日は終わりたいと思います。はーい、チャンネル登録よろしくお願いします。はーい、次回もよろしくお願いします。じゃあね、行ってきます。はい。